皆さんこんにちは。マカナダル観光学部観光計画科の大井と申します。本日はよろしくお願いします。で本日ですね、観光経済の統計分析ということで、先ほどの岡本先生のようなですね、最先端という話ではございませんで、オーソドックスな統計手法をですね、で使ったですね、分析事例についてちょっとご説明したいなというふうに思います。で師匠の方がありまして、ちょっと時間の関係で全てできるのか分かりませんけど、ちょっと、基本的には資料に沿ってですね、進めていきたいと思います。でこれはちょっと絵地にはございませんが、私の簡単な自己紹介をさせていただきたいと思います。研究テーマの著書ですね。大学はですね、立命館大学を、卒業しまして、その後修士課程博士課程とですね、ずっと立命館大学にいらっしゃいました。いました。奈良市長は経済学部だったと思うんですが、私は経営学部をですね、ずっと、いましてですね、一応学位をいただきまして、で、主な研究テーマとしましてですね、今は和歌山大学観光学部におりますので、観光統計を中心に研究しております。で、観光統計といってもですね、実際経済統計ですね、経済統計に基づく観光統計を研究しているということになります。で、もともとですね、実は住宅土地統計をですね、専門にやっておりまして、主に住居費負担の問題とかですね、住宅取得能力の問題とか、その辺研究しておりまして、簡単に言うと住宅が買いやすくなったのか、買いにくくなったのか、ね、ああいうのを定量的にして分析していたんですが、最近はですね、そこに書いてますような研究をですね、ちょっとやっております。であとですね、もう一つ研究テーマがございまして、企業不動産マネジメントの研究をちょっとやっております。最近全然できてないんですが、で、今からですね、7年ぐらい前にですね、企業不動産コーポレートリアルエステートということで、CRE という言葉がちょっと地域にですね、流行ったんですが、そういう研究をですね、ずっと、博士課程のところからやっておりまして、要は企業が持っている不動産をですね、いかに有効に活用するかという研究を、研究テーマになるわけですが、実際要は生産性の向上ですね、とか、ワークスペースの改善ということで、従業員が働きやすいですね、ワークスペースって一体どういうものなのかですね、とか、あと最近は特に環境問題ですね、CO2 排出の削減という問題が多くなります。その辺の研究をですね、やっておりました。最近のトレンドで言いますとですね、一時期は企業っていうのはですね、バブル崩壊後ですね、バブル期にたくさん不動産買ったんですけど、バブル崩壊の時はですね、余剰不動産だと言われてですね、バンバン売ってしまったんですけど、最近はですね、やはりですね、ある程度ですね、企業も不動産を持つ必要があるということで、一時期ですね、本社とかをですね、売ってですね、リースバックしたんですが、最近本社が買い戻すとですね、そういう動きも見られております。であと民間企業も非常に大きな研究テーマなんですが、最近は公的不動産ですね、パブリックリアルエステートっていうんですけど、要は奈良市さんの持っている不動産とですね、奈良県さんの持っている不動産をですね、非常に老朽化が進んでおりますので、それをどうやってですね、低コストでですね、維持運営していくかというですね、ことも非常に研究対象としてやっておりまして、で皆さんご存知と思うんですかもしれませんけど、ファシリティマネージメントということが非常に最近流行ってるんですけど、実は欧米ではですね、ファシリティマネージメントは極めて限定的な概念でして、広くはですね、企業不動産マネージメントで統一されるんですけど、JAFMA というですね、日本ファシリティ協会はですね、ファシリティマネジメント日本では結構進めてるんですけど、その際にちょっと非常に拡大解釈してですね、幅広くやってるという研究もあります。こういう研究もちょっとやっておりますので、ご参考までにちょっと、自己紹介簡単にさせていただきました。でですね、今日のですね、講義の内容と書いておりますが、初めにですね、先週ちょっと遠藤先生からもお話があったと思うんですけど、観光経済におけますですね、データの必要性ですねという話をちょっと簡単にしたいと思います。いきなりデータ分析の話をしてもピンとこないと思いますので、その際にちょっと
昨年ですね、日本交通公社が出しましたですね、観光地経営の視点と実践という、書籍がありますので、そこからちょっと引用させていただきました。でその上でですね、まあ、観光経済を理解する統計データとしましてはですね、まあ、大きくですね、観光客数ですね、あとまあ観光消費額ですね、で、まあ、あとよく言われております経済波及効果で、並びにですね、サプライサイドであります、観光産業ですね、まあ、この辺をですね、いかに捉えるかということがやっぱり大事になってくるという話になります。で、まあ、せっかくですから奈良県さんですね、奈良市さんの現状についてですね、まあ、データを紹介しながらちょっと分析ということで、まあ、いろんな分析書があるんですけど、まあ、今回は特化ケース、寄与度、相関回帰というものを使ってですね、分析をしていきたいと、まあ、分析結果の事例について説明したいと思います。で、まあ、実際のこの特化ケースとか寄与度とかですね、まあ、寄与率もありますが、まあ、相関回帰というのは、まあ、経済統計 です、ね、よく使われている分析手法でありまして、まあ、今日はですね、この内容についてぜひですね、しっかり理解していただきまして、今後皆さん方がですね、実務で行う場合にですね、ぜひ活用していただきたいというのが今日の大きなこの事業の目的になります。まあ、さらに簡単にまとめとですね、質疑応答をしたいというふうに考えております。で、まあ、昨年初に、まあ、観光地を取り巻く市場環境の変化ということで、これは先週も話があったと思うんですが、実際ですね、大きく7点ほどですね、この日本交通公社の書籍では紹介しておりまして、まあ、説明しないと、詳しく説明しなくても皆さんはご存じだと思いますが、まあ、1つ目はですね、少子高齢化の進展による需要の減退ということですね。まあ、これはもう別に観光に関わらず、あらゆる分野で、まあ、そういう、まあ、社会保障の問題とかで大きく議論されていると思います。で、2つ目がですね、都市への人口による地元需要の減少ということで、まあ、宿泊施設とかですね、飲食店というのは、まあ、地元需要というのが一定程度存在していたんですが、まあ、これも先ほどの少子高齢化と同じでですね、まあ、地方にですね、人が減ってしまってですね、まあ、十分に成り立っていかないという問題が、まあ、発生しています。で、まあ、3番目は外国人観光客に対応されますように観光客の国際化ということで、まあ、日本人観光客だけじゃなくてですね、まあ、海外の観光客もたくさんお見えになられるという時代になったと。で、4番目がですね、観光旅行先の分散ということで、まあ、いわゆるメジャーなですね、観光地っていうものもあるんですけど、まあ、ICT ですね、まあ、先ほども小浜先生の話もありましたように、まあ、Twitter とかですね、まあ、そういう Facebook とかですね、ああいうこうメディアを通じてですね、今までも見向きもされなかった観光地がですね、急にクローズアップされるということも、まあ、現在としてはあり得るという時代になっております。で、まあ、5番目がですね、市場の成熟化によるリピーターの増加ということで、まあ、最近では体験型観光も非常に流行っておりますので、まあ、農村ですね、の体験を中心にですね、そういうリピーターも非常に増加してきたと。で、まあ、6番目はですね、まあ、高齢化、サービス産業化による、まあ、旅行需要の平準化ということで、これちょっと私は少しちょっと疑問の人もあるんですけど、まあ、高齢者が多くなること、高齢者がですね、観光することによって、まあ、平日にですね、観光される方も非常に多くなったと。まあ、そのことがですね、まあ、従来観光需要というのは非常にこう季節性というのが存在しておりまして、まあ、季節性とかですね、休日と平日でだいぶ需要に差があるということがあったんですが、それがまあ一定程度平準化ならされるようになってきたというふうにまあ言われています。で、まあ、最後はですね、海外旅行との競争の結果ということで、まあ、日本の観光地とですね、海外の観光地の競争になってきたと、まあ、日本の観光地間の競争からですね、まあ、消費者はですね、海外と日本の観光地をどちらを選ぶかということをですね、考える時代になってきたということが、まあ、社会背景として、まあ、観光市場におけるですね、環境として存在しているという話です。で、そこでですね、まあ、実際ですね、この間どういうふうなですね、動き、観光市場で動きがあったかと言いますと、まあ、これは初めに書いてありますように、バブル経済崩壊後のですね、負の遺産の生産ということで、まあ、バブル期ですね、まあ、非常に多くのリゾート地が開発されるわけですが、そのバブル崩壊後ですね、
経営破綻しまして、まあ、その生産処理にですね、非常に大きなコストですね、をかけて、まあ、あの行政、民間を含めてですね、まあ、非常に大きな労力がかかったという時代がありまして、で一方でですね、まあ、観光産業の企業努力の限界ということで、まあ、あの地域にはですね、非常にこう意欲的な経営者がいらっしゃいましてですね、なんとかしたいと、なんとかこの地域を良くしたいというふうにこう熱い思いで頑張っている方がいらっしゃるんですが、まあ、一企業でですね、どれほど頑張っても限界があるというのが、まあ、非常にこうこの間ですね、まあ、よく指摘されていることだと思います。でそうなるとですね、まあ、よく言われてますようにですね、観光産業の間でですね、相互連携ですね、まあ、コラボとかですね、言われております。まあ、あと観光産業以外とのですね、コラボですね、他産業との連携とかですね。で、まあ、あの地域全体の観光魅力の向上ということで、まあ、言われておりますが、まあ、皆さんも実務で直面する課題としましてですね、まあ、観光市場というのはマーケット、観光地というのは多様な利害関係者が存在しておりますので、まあ、その調整とかですね、合意形成の困難さが、まあ、言われていると。でその中であの日本交通公社の報告書でですね、観光地圏の定義としまして、観光地のですね、持続的な発展を目的としましてですね、まあ、一定の方針、ビジョンですね、に基づきまして、まあ、観光地を構成するさまざまな経営主体をマネージメントするためのですね、一連の組織活動を、まあ、行っていくべきではないかということで、まあ、このことに関しましては皆さんもですね、まあ、実際によく認識されてですね、まああのそういうふうに多くの方とですね、多くのステークホルダーとですね、連携してやられていると思います。で、まあ、そういうふうにまあ活動されていると思うんですが、まあ、実際ですね、じゃあですね、まあ、その活動成果をですね、どのように評価するかということになるんですね。これが大きな問題としてやはり存在してまして。で、あの日本交通公社の書籍からですね、ちょっと簡略化して持ってきたんですけど、まあ、主に観光地というのはですね、そこにありますように、その観光地が持っている資源ですね、まあ、あの文化財とかですね、建物とかですね、あると思うんですけど、まあ、そういうの、そこに主にストックとしてどうかというふうに書いておりますが、まあ、それとですね、あとは2番ですね、2番に書いてありますように、その観光地の経営をですね、まあ、どういう企業が存在しているかとかですね、行政がどれぐらいですね、頑張るかとかですね、まあ、そういう、こう、まあ、先ほど言いましたように、あの経営能力にこう依存すると。この1番と2番がですね、こう相乗って書いてありますけど、まあ、コラボしてですね、こう観光地経営というのは進められるということですね。で、かつてですね、まあ、あのどんなにですね、いい観光資源があってもですね、あってですね、どんなにいい組織があっても、まあ、今年のですね、夏みたいな冷夏になってしまうとですね、もうなかなかですね、それが発揮できないということで、まあ、3番に外部環境というのが存在していると。でこの1、2、3番でですね、その観光地がですね、どこまで実際頑張ってるかということを、結局4番ですね、観光地経営の成果ということで、まあ、指標で評価するというに実際になっているということですね。でこれはもう最近ですね、非常にですね、行政の方とかよく言われるんですけど、まあ、結局はもうどんなに活動頑張ってもですね、それはもう頑張っただけでは評価されなくてですね、結局は最後数字でですね、こう評価されるという時代になっていると。でその中でも特にお金ですね、お金に評価されるというこう時代になっているということで、まあ、あのこれが果たしていいのかどうかというのは非常に難しい問題があるんですけど、まあ、あのよく観光学研究者の中ではですね、観光というものはですね、数字以外にですね、数字以外の現れないものがたくさんあるという意見もあるんですが、まあ、いわゆる歴史とか文化とかですね、風俗とかあると思うんですが、まあ、そういうものもあるんですが、実際ですね、こう観光地経営という観点からすると、やはりこう非常にこう最後はですね、こう何らかの指標でですね、評価されるという時代になっているということで、まあ、非常にこう統計、そのデータをですね、いかにですね、作ってですね、分析するかというのが今問われているという時代になっているということを、まあ、皆さんお分かりだと思うんですけど、よく認識していただきたいと思います。で実際にですね、どんなデータがあるかということで、これもちょっと日本交通公社の書籍からですね、取ってきましたが、まあ、あの様々なデータがございます。でそれをですね、そこにも書いてあるんですが、観光地経営の目的ということで、じゃ あ, あのその地域ですね、その観光地がどのあたりをですね、重視するかによってですね、まあ、取ってくるデータ、入手すべきデータが変わってくるということですね。
で、これはね、やはりですね、すべてのデータをですね、取るのは実際不可能ですから、現実問題。で、国もですね、だいぶ観光統計の整備、観光統計の整備に力を入れておりますが、まあ、なかなかですね、地域の実態に合わないと調査票がですね、送られてくるということもよく聞く話でございます。で、やはりですね、地域統計としてですね、その地域で、まあ、どういうデータをですね、入手すべきかということを、やはり観光地形の視点でもですね、こう非常に議論していただいて、でそれにふさわしいデータをですね、集めるということがやはり必要になると思います。今日は残念、後で紹介するデータは全国のデータばっかりですけど、まあ、今後ですね、皆さん方がですね、観光地形という視点で考える場合では、自分たちに必要なデータをいかに集めるかということがですね、やはりこう問われると。で、まあ、行政ですね、県や市町村単位はですね、その独自のですね、観光調査をやっているところもありまして、奈良県さんの場合でしたらですね、宿泊旅行統計調査ですね、全国でやってるんですけど、奈良県独自の宿泊旅行統計調査を実施しているですね、いうのもありますし、あと沖縄県ではですね、リゾートウェディングに力を入れているということなので、そのリゾートウェディングの統計調査をですね、毎年行っているということになります。ということで、まあ、詳しく見えませんけど、その観光地がですね、どういう、こう観光地になるか、で今後どういうふうな戦略で進めていくかということをどう評価するかということをですね、やはりこうデータでですね、こうしっかりと裏付けしていくということがこう求められている、そういう時代になっておりますので、まあ、その辺ぜひですね、皆様でよく考えてですね、整理していただきたいと。まあ、ちょっと奈良県でこういうで調査すればいいんじゃないかというちょっとアイデアはないんですけど、ぜひちょっと奈良県独自のですね、こうデータとしてですね、集める必要性があるものですね、ぜひも考えていただきたいと思います。まあ、ホームページ見ればですね、奈良公園の鹿ですか、鹿の統計があると、ありますけど、まあ、そういうのも一つの、まあ、奈良のですね、特徴だと思うんですが、まあ、そういうのを考えていただきたいと思います。でですね、で実際にですね、今日 のテーマです。観光経済というテーマですので、観光経済に関する統計データをですね、まあ、紹介していきたいと思います。で、まあ実際にですね、先ほど言いましたように、主にこう観光経済に関するデータとしましては、やはり4点ぐらい挙げられると思います。で、一つはやはりですね、観光客数ですね。やはり数、客数、観光客の数っていうのはやはり、これはやはり数が多ければですね、まあ消費に大きく影響を与えますので、まあ、そういうところですね、問われると思います。で、これはやはりですね、よく言われますように、宿泊客とですね、日帰り客に分けてですね、まあ、取るということが、行われておりまして、で、まあ、全国のデータとですね、数年前に、調査を開始しました、共通基準によるですね、観光売り込み統計というのが、まあ、観光庁から発表されております。これは昔10代が言われておりましたのでですね、それまでは各県によってですね、作り方がまちまちでした、まちまちしてたんですね、比較ができなかったんですけど、まあ、観光庁はですね、独自基準でですね、こういうふうに作ってくださいということで、指示を出しまして、まあ、それに従って各都道府県がですね、数を数えるということをやっていました。で、あと、まあ、宿泊旅行統計調査ということで、まあ、宿泊施設を対象としましてですね、宿泊者数ですね、国籍別とかですね、まあ、大きいところは国籍別とかですね、県内県外とかですね、まあ、そういう、まあ、従業員数とかですね、まあ、そういう、ものを、ね、調べております。であとは観光消費額につきましてはですね、先ほど言いました、共通基準によるですね、観光入り込み統計ですね、これでも調査しておりますし、であと旅行観光消費動向とですね、まあ、各世帯がどれぐらいですね、観光行動しているかということで、まあ、そういうのを分析するための調査となっています。で特にまあ最近ではもう一つのこの訪日外国人消費動向調査というのが行っておりまして、国籍別にですね、どこの国が一番よく使っているかですね、まあ、そういうのをこう調べて、今後のですね、観光立国に向けてのですね、調査として、基本となっているものと思います。で、そういうのを踏まえましてですね、今、観光による経済波及効果っていうのを、
まあ、測定するんですけど、まあ、後でもちょっと言いますが、脳にその基本はですね、先ほど言いました観光客ですね、これは実人数の方ですね、実人数とその一人当たりですね、観光客が、使うお金ですね、お金で、あとですね、ちょっとあとは自給率が域内調達費ですね、まあ、どれぐらいですね、その、お金がですね、その地域に落ちるかと、あとまたはですね、その商品がどのくらいですね、地元で作られたものかですね、まあ、そういうものが基本的になるとね。でそれをですね、ちょっと今日は詳しくちょっとご説明できませんが、まあ、産業連帯をですね、いや、まあ、上数量を使ってですね、経済効果がどれぐらいありましたということをですね、まあ、公表しているということなんです。だから、まあ、基本はですね、観光経済の基本は、そこに言いましたように、観光客の数と、1人当たりの金額と、要はその地域でどれぐらいですね、こうその消費が、のお金が落ちているかということで、まあ、一応把握しているということになります。で、さらにですね、観光庁がですね、非常に世界的にも極めてまれなんですけど、サプライサイドのですね、観光産業のですね、調査をですね、平成24年に行いましたのが、この観光地域経済調査というものになります。で、当初私、今回この講義を頼まれたんですね、この観光地域経済調査を使ってちょっと分析してちょっとお見せしようかと思ったんですけど、その調査結果がですね、本来から今年の7月にですね、確保値が出るという話だったんですが、伸びましてですね、でその後9月の中旬に出るという話だったんですけど、それも出てませんで、昨日ホームページには出ておりませんで、ただその確保値が出なかったのでですね、ごく一部のデータしかちょっと紹介できません。では観光産業はどういう動きをしているかということを捉えようということになります。で、観光統計で言いますとですね、要は観光客を対象にこう調べる調査っていうのは非常にこう多いんですけど、あんまり観光産業をですね、対象とした調査っていうのは少なくてですね、これは皆さんご存知ですけど、実際小売業とかですね、飲食業は観光産業だけにご商品を提供しているかというとそうでもありませんで、地元のですね、地域住民にもサービスを提供してますので、その辺の区別が非常に分かりにくいということもありましたので、まあ、なかなかできなかったんですけど、まあ、そういう問題をある程度クリアした上でですね、ちょっと日本の観光産業の動きについてですね、見ていこうというのがこの観光地域経済調査の特徴になります。でこの後は主にこうデータをですね、紹介しながらちょっと分析書を紹介していきたいと思うんですけど、これはですね、観光庁の先ほど紹介しました共通基準による観光入り込み客統計になります。でこれはスパイますように、大きく4種類ですね、に分かれておりまして、県外と県内ですね、その、県に住んでる方住んでない方の基準で一つに分けて、加えてですね、日帰り客か宿泊客かによって分けて、ております。まあ、4パターンに分かれるんですね。で、ちょっと全国で紹介するとちょっとたくさんなりますので、主に近畿圏だけをですね、紹介したいと思います。滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県とありますが、大阪府はないのかというご質問があるかもしれないので、ご質問があるかもしれないので、大阪府はですね、唯一ですね、47都道府県で、この観光庁のですね、共通基準である観光入込み統計のですね、に参加しておりませんのでですね、この前まで福岡県も参加したかったんですけど、大阪で参加しておりますので、まあ、そういう関係、大阪のデータございますので、ご了承ください。で、そうしますとですね、ちょっと足していいのかという議論があると思うんです。足した上だとですね、実は共通基準の観光入込み統計ではですね、入込み統計では、兵庫県ですね、ちょっと年がちょっと調査にはちょっとずれてるんですけど、実は数言うとですね、兵庫県の方が実は多いということになります。で、それをですね、構成比ですね、構成比で見たのがですね、このグラフになります。でこれは先ほど言いましたけど、これは日本人観光目的の方のデータを紹介しています。この他にもですね、日本人ビジネス目的、出張目的のとですね、外国人のデータがあるんですけど、ちょっと今回はちょっと日本人観光目的のデータをですね、紹介させていただきました。でそうするとですね、要は先ほどのですね、この実数ですね、
実数の構成比を表しておりまして、例えば奈良県さんの場合でしたらですね、県内の宿泊観光客がですね、先ほど観光客全体、まあ、日本人で観光目的の方に限定されていますけど、その 1.9% がですね、県内に少し在住の方とですね、宿泊観光、宿泊客と。で、そのための県内の日帰り客がですね、33.1%。で、県外の宿泊客がですね、全体の観光客に占める割合が 6.6%。で、まあ、58.5% がですね、県外の日帰り観光客になるということで、まあ、皆さん方も普通に考えればですね、県外の日帰り観光客が一番多いというふうになるわけですけど、まあ、特に奈良県の場合はですね、もう私は言うまでもございませんが、県外の宿泊客の比重が非常にこう少ないと、まあ、宿泊施設が整備されていないということで、まあ、6.6% というのはですね、まあ、兵庫県に比べると高いですけど、滋賀県やですね、京都府や和歌山県ですね、に比べるとこう観光客に占めるんですね、まあ、県外の宿泊の割合が少ないということが、まあ、分かると思います。で、そういうのを、まあ、分かるんですけど、そういう、分かるんですが、特化係数というのを使うとですね、よりクリアに分かるということで、ちょっと特化係数の紹介をしたいと思います。で、その特化係数というのはですね、どういうのかといいますと、まあ、意味を初めに説明しますが、産業の業種構成などですね、その構成比を全国の構成比と比較した数値というのでありまして、まあ、算式の例ですね、言いますと、今ちょっと先ほどのグラフにはありませんでしたけど、全国のですね、県外日帰り観光客の構成比というのは 40.1% になっております。要は観光客ですね、観光目的、日本人の観光目的、日本人で観光目的のですね、観光客全体の中で日帰り観光客の割合が 40.1% で、先ほどもちょっと紹介しましたように奈良県のですね、県外日帰り観光客の構成比というのは奈良県の場合は 58.5% ですから、この 58.5% を、まあ、全国の 40.1% で割ると、そうすると 1.459 ということ で、この特化係数が1よりも大きい場合はですね、その産業を特化しているということで、よく産業分析で使われているんですけど、まあ、今回の場合はですね、奈良県はですね、1.459 になりましたので、まあ、全国と比較してですね、日帰り観光客のウェイトが大きいということを、まあ、表すということで、この特化係数というのを使います。で、ちょっとあんまり時間がありませんでした。で、計算式は実は、こういうふうになっておりまして、ちょっとまた後でしてみていただきます。で、実際にですね、じゃあそれをレイカーチャートで表現すると非常に分かりやすいと言われておりまして、で、特化係数が1ということはですね、全国の構成比とほぼ一緒ということになります。要は例えばですね、全国のですね、先ほど言いましたように日帰り観光客が 40.1% だったらですね、特化係数が1ということは 40.1% に近い値をしているということになりますので、まあ、その県ですねの、日帰り観光客の割合というのは同じぐらいと。で、1よりも大きければ大きいほどですね、その比率が高いということになりますので、それを見ていきますと、で、まず京都府さんの場合はですね、1よりも大きいのですね、座りますように県外の宿泊ですねと県外の日帰りがですね、位置を超えてますので、全国のですね、その割合よりも高いと、要は県外の比率高いということが分かると思います。で、奈良県さんの場合はですね、唯一ですね、位置を超えているのが、先ほど言いましたように県外の日帰りが位置を超えてますので、先ほど紫の線よりも超えてますので、これ非常にウェイトが高いと。で、私が勤めてます和歌山大学の場合はですね、どうかというと、これは県外の宿泊とですね、県外の宿泊にがですね、大きな数値を表してますので、全国に比べるとですね、こう宿泊客の比重が高いということが分かるとなります。ということで、例外制度を使うとですね、さっきの割合をですね、こう細かく特化係数を計算してレーダーチャット使うとですね、分かりやすいということで、これですね、ちょっとぜひですね、ご活用、今後ですね、使っていただきたいと思います。
で注意点がありましてですね、これは構成比同士の比較を表してますので、構成比の特化係数が大きいからといってですね、絶対度にですね影響するわけではないという、ね、そのだけちょっと注意していただきたいと。あの絶対的な分量の大きさをですね表現するために構成比同士のですねバランスで比較しておりますので、そのだけちょっとご注意いただきたいと思います。ということで、よく特化係数というのを使いますと言います。で続きましてですね、奈良県のですね、観光旅行客数の推移ということで、同じく日本人観光目的ですね。で、先ほどの共通記事によるですね、観光旅行統計の時系列データですね。時系列で見た数値がこういうふうになっております。で、これをですね、時系列で見るとですね、次は変化率ですね。増減率でこう表現するということを我々しまして、まあ、それはそれで非常にこう意味があるんですけど、でそうするとですね、全体ですね、全体はこう、まあ、全体の通量が大きくてあんまり、ほぼですね 0% ってことで、ほぼステイね、同じような数値がついている感じなんですが、でこれをですね、項目別で見るとですね、県外の宿泊客っていうのはですね、非常にこう極端にですね、数値が動くと、平成22年から23年でですね、マイナスの 60% に近い数字で変化しまして、その後23年から24年とですね、80% ドンと上がってます。で、また24年から25年とですね、ガッとですね、数値が下がるというわけがあります。で、あとはですね、ちょっと県内日帰り客もですね、宿泊客とですね、あとまあ、県内の日帰り客、先ほどの県内の宿泊客に比べるとまあ比較的ですね、数値が落ちるように見えるんですけど、スケールの問題なんですけど、で今度は全体的にですね、変化率を見るということも非常に大事なんですけど、これはよくですね、経済成長 GNP のですね、分析でよく使われております寄与と寄与率というものを使いますとですね、よりこの変化率をですね、詳しく見ることができます。で、そこ E が入っておりますが、読んでいきますと、まあ、あるデータのですね、変化に対しましてですね、まあ、その構成要素であるですね、個々のデータの変化がですね、まあ、どのように貢献しているかを示す指標というものを、寄与と寄与率と言います。で、寄与度ですね、っていうのは、まあ、そこ書いてますように、あるデータですね、統計値の構成要素の増減がですね、データの伸び率を何パーセント押し上げる、並びに押し下げているのかを示すものとなりまして、で、各寄与度の合計が全体の伸び率と一致すると。で、寄与率っていうのはですね、データ全体の増減を 100% したときにですね、構成要素の増減を100分率で表現したものになります。で、これはですね、ちょっと計算式と見られたとき、分かりにくいと思いますので、ちょっと説明したいと思います。さっきの特化係数ってだったら単に構成比と構成比割っていただきましたので、後でまた見ていただきたいんですけど、要はこう先ほどのデータですね、数値がありまして、で変化率ですね、で変化率っていうのはそうですね、平成23年というのは平成23年から20年から23年の変化率ですね、そこありますように、で、県外の日帰りと書いてありますこのマイナス 7.7% はそこに計算式がありますように、11,553 ですね、1000人からありますけどちょっと単位飛ばしまして、ただですね、平成22年はですね、12,510人を引きまして、で平成22年の数値で割るということですね、それが一般的な変化率になるわけです。そのどれぐらい変化したかというものですね、その変化する前のデータで割るということが、まあ、変化率とか増減率というものを計算するときにやるわけです。で今度ですね、寄与度というものはですね、その下にマイナス 4.9% と書いておりますが、これは先ほど読んだ式を使うんですけど、でそこに、吹き出して書いておりますが、11,553から12,510ですね、要はその県外日帰り客のですね、平成23年の数値から20年の数値を引きます。ここは一緒です。
で何で割ってるかといいますと、先ほどと違いまして全体ですね、全体の平成20年の合計と書いております 19,391 で割ったのがですね、キロドルになります。でそうするとマイナス 4.9 になるということになるわけです。でこれは何を意味するかというと、そのたびにマイナス 5.2% というのがありますので、マイナス 5.2% ですね、20年から23年にかけて減ってるんですけど、そのうちの 4.9% は県外被害額がですね、影響してると、寄与してるってことを表すということになります。でそうするとですね、やはりですね、その22年から23年にかけてですね、減った原因の大きな要因が何かというと、その先ほど紹介しましたような県外被害額が影響していると。要は全体のですね、変化率、増えた減ったということをですね、見ることも大事なんですけど、要は各パーツがですね、各コストのうちの全体を構成する各構成要素がどれぐらいその全体のですね、変化率に影響しているかということをですね、分析するときによく経済統計では使う指標になります。で寄与率というのはですね、先ほどもちょっと言いましたが、寄与度がですね、マイナス 5.2% の人のマイナス 4.9% がですね、例えばマイナス 5.2% の人のマイナス 2.9%。こう分かりにくいんで、全体をこう 100% で表現してですね、分かりやすくしようというのが寄与率になります。で、それは寄与率の場合は、その人数 100% の隣に 94.5% ありますけど、まあ、全体 100% 地球上 4.5% がこの県外被害額でが貢献するということが分かるという話になります。その違いですね。ということで主にですね、GDP はですね、例えば家計部門がどれぐらいですね、 GDP の減少に貢献しているかとかですね、あと企業部門がどれぐらい貢献しているかとか、まあ、そういうようにですね、各それぞれの項目ですね、この下位項目、細分化した項目がどれぐらい全体に影響しているかということを見ると非常にこう意味がある指標になりますので、まあ、全体の変化率も大事ですけど、それが各パーツに分けたときにどういうふうな影響を及ぼしているかですね、まあ、それを言うのが寄与率になります。でこれは積み重ねグラフでですね、表現するとするとですね、分かりやすくなりまして、例えばですね、平成22年から23年のですね、データですが、全体でですね、すみません、全体でマイナス 5.2% 観光客が減ってるんですけど、でよくよくこう内訳で見ますとですね、7件の倍率です、そうしますとですね、実際ですね、見るとマイナス 4.9% で県内の、県外被害ですね、が非常に大きく貢献してて、で他の県外の宿泊もマイナス 2.9% ですから減ってて、であとですね、県内の宿泊もマイナス 1.4% ですから減ってます。で一方で全部減ってる、全体は減ってるんですけど、各パーツ細分で見た場合にですね、県外の被害額は実は全体は減ってるんだけどこう増えてるということが分かるということになるわけです。で平成24年は平成23年から24年の変化になりますので、その場合ですね、全体はプラスの 1.8% で増えているわけなんですけど、それも、県外の宿泊が 0.7% 貢献してて、県外の被害額が 1.8% で、県外の宿泊が 1.2% 全体の 1.8% に貢献してるんですが、で逆にですね、また県外の被害額がですね、マイナス 1.9% 減っているということを表しているということになります。まあ、こういうふうにですね、よくこう経済統計で使うんですが、要は全体をついですね、観光客が全体で増えた減ったということをですね、よく注目されてまいります。よく分けた場合にですね、それぞれのですね、動きがですね、どういうふうになっているかというのをよく見ていただきたいと。でつい変化率だ、各パーツの変化率だけでですね、見てしまうとですね、得てしてですね、今回のこのケースでありますが、県外の宿泊客のウェイトというのはですね、少ないわけです。で各全体に占めるですね、
構成の例が少ない部分っていうのはですね、すみません、というのはですね、得てしてですね、変化率が大きくなる傾向がありますけど、そんなごく一部小さいウェイトのですね、ものがですね、大きく変化したからといってですね、全体にはあんまり影響がないということもありますのでですね、まあ、その辺ですね、ぜひ分析する際にですね、活用していただければと思います。で、ちょっと時間が。で、あとですね、ちょっと時間が、ちょっと飛ばします。で、次は消費単価の方ですね、先ほど観光客数のデータを紹介しましたけど、同じくですね、共通基準によります観光入国客統計のデータからちょっと紹介しますけど、各県ごとのですね、観光客の消費単価ですね、一人当たりの消費、単価額を表しております。で、そうしますとですね、奈良県さんの場合は、県内の宿泊客ですね、の方が使う金額というのは、そのデータありますように、18,536円。で、まあ、県内の日帰り客が使う金額がですね、1718円。で、県外の宿泊客が27,674円。で、県外の日帰り客が、4856円となっております。で、このデータではですね、見てわかりますように、平成25年におきましてはですね、奈良県でですね、宿泊される県外から来た観光客の単価の金額が大きいことが分かると思います。で、気になるのは、個人的に気になるのは、それもそうなんですけど、県内の日帰り観光客のですね、使う金額が1718円ということで、これは他県に比べると非常に少ないということで、まあ、その辺は今後ですね、奈良県に住んでいる方が、まあ、来られた、奈良県で使う観光消費額を、まあ、増やすというのも一つの戦略として、まあ、ありえるんじゃないかと思います。で、それをですね、実は先ほど一番多いと言ったんですが、注意してほしい点がございまして、これ時系列的にですね、消費単価額を表したものになります。で、これは観光関連のデータというのはよくある話なんですけど、非常にですね、その年によってですね、ばらつきが大きいということになります。で、金額もですね、まあ、これは本当にそういうふうに構造的に金額が減っているのかですね、ただ単に調査してた時点のですね、時期によってですね、非常に違うのがですね、この辺まだちょっと研究が進んでないんですが、結構そこは県外の宿泊客の場合でしたらですね、平成22年の場合は32,63円だったのがですね、23年には26,360円となりまして、24年には22,727円になりまして、その後25年にかけましてですね、27,674円と、まあ、極端にですね、ぐっと上がっております。まあ、減少傾向だったのは急激増えたと思います。まあ、この辺ちょっとですね、金額が大きい、小さいということは非常に、まあ、問題ですが、よくちょっとデータの変動が大きいということをよく考えていただきたいと思います。で、先ほどのですね、観光見込み客数のデータと消費単価のデータを掛け合わせましてですね、で、まあ、統計ではですね、県別の観光消費額というものを出しているわけなんですが、まあ、こう見ますとですね、先ほどの兵庫県が一番数が多かったと思うんですけど、まあ、金額になるとやはりですね、まあ、京都府さんですね、まあ、1位になって、この関西圏では1位になると。で、奈良県はちょっと非常にですね、そこありますように、まあ、このデータについてはですね、滋賀県さんにですね、和歌山県さんにちょっと消費というと、そういうと、まあ、少ないという結果になっております。で、それは構成比で表したのがこれになりまして、で、特化ケースちょっと説明しましたので、ちょっと時間もないんですけど、先ほどのやつをもう一回消費金額をですね、こう特化ケースでちょっと分析しましたところですね、さっきも言いましたように、特化ケースが1ということはですね、全国と消費総額、消費額のですね、内訳がほぼ同じような状況になっているということになります。で、京都府さんの場合は、まあ、こんな形になりまして、
で先ほど言いましたように県外の意外だとですね、県外の宿泊客の使うですねウェイトがですねちょっとまあ一応多くなってますので高いと。で奈良県さんの場合はですね、まあちょっとあのいろんな意見があると思うんですけど、共同さんとほぼ同じ構造になってます。消費構造のですね観光商品の内訳で言うとですね、まあそんなにちょっと若干ですね県内の宿泊客の特化ケースが低いんですよ。まあ、そんなに大きな変化はないかなと。で、さっきも紹介しましたけど、私の勤めております和歌山大学にありますと、やはりこう全国の構成に比べるとですね、県外、県外の宿泊客のウェイトが高いということが分かると思います。まあ、こういうような使い方ですね。まあ、構成比をパッと見てもですね、分かりませんと。特化ケースを計算してですね、グラフ化すると、まあ、ちょっと分かりやすくなるかなということです。はい、でですね、清度、清率で先ほど紹介した清度ですけど、同じようにですね、観光商品額の推移をですね、23、24、25と計算しまして、で、推移したものがあります。でですね、そうすると22年から23年で全体的にですね、先ほどのグラフもありましたようにマイナスのですね、14.7% 減少してたわけですけど、そのマイナス 14.7% のですね、うちですね、マイナス 17.3% ですね、14.7% 全体の、減少額を上回るですね、割合で、県外の宿泊客の観光する量が減っていると。で一方でですね、まあ、全体的には減ってるんだけど、県外のですね、あ、県外の利害率ですね、6.3% 実は22年から23年かけましてですね、増えているということは、22年から23年、まあ、ちょうど震災がありましたので、要は宿泊客は減ったけど、まあ、近隣の方がですね来てくれたということが、まあ、影響してるんだろうということで、まあ、そういう結果になったんだろうと思われます。で、ちょっと奈良市さんがちょっとやったんですけど、ちょっとこっち承諾します。時間の関係で。でですね、ちょっと時間もないんですが。で、まあ、経済波及効果のお話ですね、ちょっとぜひ、この機会ですからしたいと思います。で、よく皆さんまで経済波及効果、非常にこう関心が強いと思うんですが、経済波及効果って何かってことですね、ちょっと改めてですね、これ整理したいと思います。で、そうありますように、経済波及効果とはですね、まあ、ある産業に消費や投資などのですね最終需要が生じることによりましてですね、まあ、その産業の生産を誘発するともですね、まあ、次々と他の産業の生産を誘発することを経済波及効果と言います。で、観光の場合はですね、書いてありますように、まあ、観光客がですね、まあ、飲食店での食事とかですね、ホテルや旅館での宿泊とかですね、まあ、いろんなもの交通費を経由としまして、まあ、観光産業が儲かるというのが当然なんですよ。観光産業以外の産業もですね、まあ、景気が良くなるということが、まあ、経済波及効果を計測する大きな目的になるわけです。で、まあ、伝わりますように、よく池にですね、石を投げてですね、こういう波紋ができますけど、観光消費というですね、こう経済活動を契機にこう他の産業にこう広がっていくということで、よくこういう映画使われています。そういうイメージですね。で、まあ、難しい言葉がありまして、まあ、直接効果、第一次間接効果、第二次間接効果、自給率ね、いきなり上達率を書きましょうというのがあります。で、これちょっともし時間がありませんグラフで、あ、じゃあ図でちょっと簡単に紹介していきます。で、これかなりちょっと単純化してますので本当によろしくないんですけど、で、その図がありますように、需要増加額というのがあるわけですね。要は観光客が奈良県奈良市、奈良県奈良市に来られて、実際お金を使いましたと。それが需要増加額になるわけです。で、例えば、1000円使いましたという話になりまして、まあ、1000円ですね、こうお金は落ちるんですけど、じゃあその1000円ですね、すべてがですね、こう地元の企業とか地元の人にですね、1000円残るかと言われますと、そうではないんですね。で、現実問題ですね、コンビニとかですね、ファーストフードで食事をしますと、
その本店ですね、本店にですね、何割かですね、お金がですね、東京とか大阪のですね、会社に、事業所に流れるということになるわけです。で、まあ、流れるわけですが、まあ、例えば1000円のうち800円がですね、こう増えましたと。そうするとですね、まあ、800円増えるということは、それに伴う生産活動ができるという、ね、経済活動が発生するということで、それは生産活動というふうに言います。で、それをですね、こう分かりやすく書くとですね、実際にこう800円のうち、まあ、あるところから仕入れをされるわけですね、仕入れされると。それはその原材料誘発策となります。で、あとですね、800円のうち人件費ですね、を払わないといけないというのが、雇用者所得誘発策になります。で、企業ですから利益という利潤というのがありますので、利潤というものがですね、営業上誘発策になるということになるわけです。で、さらにですね、まあ、その原材料を仕入れするということは、別の企業からですね、商品を仕入れないといけないということになりますので、要はその下のですね、生産誘発策ですね、が発生すると。要は、仕入れるためにはですね、その仕入れ先の方は、新たに生産活動をしないといけないと。ということで、こう、経済活動が増えると。で、一方ですね、雇用者所得の方ですけど、雇用者所得は、要は我々の給料が増えるということになりますので、給料が増えることによってですね、まあ、観光に行ったり、別に観光じゃなくてですね、服を買ったりですね、美味しいものを食べたり、ということがですね、実際にこう、行われると。で、そういうものをですね、こう総称しまして、こう総合効果ということで、まあ、経済波及効果の計測結果として、発表されるということになるわけです。ちょっとだいぶ短期化しましたけど。でですね、観光のですね、経済波及効果は非常に大きいと言われておりまして、やっぱり私がですね、奈良県さんちょっとあんまりいいデータなかったんですけど、やっぱ各都道府県のデータですね、こう、ちょっと数値をちょっと調べて、まとめました。で、ちょっと最後のですね、波及効果倍率っていうのをぜひちょっと見ていただきたいんですけど、これが1を超えるっていうことは、要は1000円のですね、消費があったときに、1500円とかですね、まあ、1200円とか1300円の経済活動、大きな目で見たら、そういうのが発生しましたということなわけです。で、当然のですけど、波及効果倍率が高ければ高いほど非常にいいということになります。で、ちょっと奈良県さんの場合ですと、1.25 と 1.47 ってあるんですけど、1.25 っていうのはですね、総合効果は観光消費量であった、数値が、波及効果倍率は 1.25 で、総合効果はですね、直接効果で割った数字が 1.47 になっておりまして、これちょっと各都道府県によって、どっちで割るかってのはまちまちなんですけど、まあ、この数値が高いと。で、ちょっと和歌山県で 1.7 は個人的にちょっと私が勤めてる大学なんですけど、高すぎると思うんで、ちょっと何かおかしいと思うんですけど、まあ、大体ですね、非常に高いと言われておりまして、まあ、その辺ですね、非常にこう、各行政がですね、こぞってですね、観光振興策を強める大きな一つの理由としては、非常にこう、波及効果が大きいと。要は地元にお金が潤うという話になるんです。ただですね、そのためにはですね、先ほども初めに紹介しましたけど、要は観光客数を増やすと。いうことと、来てもらったですね、お客さんにたくさんお金を使ってもらうということもあるんですが、もう一つですね、先ほど自給率という話をしましたけど、要はその自分、奈良市のですね、事業所がですね、他のですね、奈良県や奈良市の企業からですね、商品を仕入れたりですね、奈良県の居住の方をですね、雇用したりしないと、あんまりですね、それは意味がないということになるわけです。で、それをですね、ちょっとデータが変わりましてですね、観光経済、地域経済調査からですね、ちょっとまあ、持ってきましたけど、ここで平成24年観光地域経済調査っていうのは、観光地としてですね、何らかのサンプリングとして選ばれたものですけど、まあ、関西圏でですね、選ばれて、速報結果が出ているところの主なところとしまして、こちらの奈良市さんとかですね、あと伏見町さんですね、であとちょっと他はちょっと京都市の中京区とかですね、宇治市とか彦根市とか赤穂市とかですね、
データをちょっと持ってきたんですけど、でそうするとですね、これの観光関連事業所、まあ、という言われるところのデータをですね、まとめると、そこは奈良市さんの場合でしたらですね、その同じですね、奈良市からですね、物を買ってると、仕入れてると、まあ、仕入れ支払い先ですから、いうのは、わずか 15.5% しかございませんで、で、奈良県ですね、都道府県外のですね、業者からですね、こう商品を仕入れてるっていうのを足しても、その 28.1% を出してもですね、43.6% ですね、になってるわけです。で、この自給率ですね、高ければ高いほど、地域にお金を持ちる率が高くなりますから、これをいかにこう高めるかということが、やっぱりですね、こう今後ですね、まあ、行政だけじゃないですけど、まあ、民間がですね、頑張っていただく大きなですね、まあ、根拠になると思います。まあ、多少は高くてもですね、地元の業者を使った方が、まあ、その県、地域経済の観点からすると、まあ、良くなるということですね。まあ、よく言われていますけど。まあ、そこというとですね、大体の方はですね、いや、本当は奈良県や奈良市の業者を使いたいんだけど、業者がない、そういう機会はないんやと、ね、言われる方が多いんです。まあ、その辺ですね、今後ですね、観光地としてですね、奈良県、並びに奈良市さんがですね、発展していく上ではですね、いかにこう地場産業を育てていくかというですね、いうところがですね、課題になってくる。この辺のこの、自給率ですね、いきなり自給率をいかに高めるかですね。まあ、これは本当に一企業だけじゃ解決しないものです。皆さんがスクラムを組んでですね、やっていく必要があると思います。で、ちょっとこれは総数とですね、宿泊事業、飲食サービスとですね、小売店に分かれてますけど、そこら辺ちょっと省略します。で、あとですね、あと10分ほど取ります。ちょっとオーバーします、ね。申し訳ないです。あとですね、よく使う他に分析としまして、まあ、皆さんのお名前が聞いたことがあると思うんですが、相関回帰というものをですね、我々ちょっと、まあ、よく使います。で、まあ、相関と回帰の意味なんですけど、ちょっと見ていきますと、同一の相関の方ですが、同一の観察対象についてですね、得られる2つの量ですね、よく統計学のテキストではですね、身長と体重というのを使うんですけど、というふうなものの間ですね、まあ、一方が増加するとですね、他方がまた増加または減少するような長辺関係のことを相関と言います。で、回帰の場合はですね、2つの変量がありまして、例外はタバコの本数と肺がんの罹患リスクなんですけど、まあ、ある変量がですね、ある変量を決定する原因と考えられるときにですね、まあ、そんな関係を回復と言いますよという話です。難しい公式は別にいいですか。で、まあ、簡単に図で書きますとこういう感じになりまして、X と Y という2つの変数があってですね、回帰の方はですね、X が原因で Y にこう結果として影響を及ぼすというものですね、というのを回帰と言います。まあ、因果応報という言葉ですね、それに近いと思いますが、そのものだと思います。で、相関の方はですね、どっちが原因でどっちが結果と分かれたらいいけどですね、まあ、何か関係しているというような関係のことをですね、相関というふうに言います。で、この相関係数というのを先ほど紹介しましたけど、相関係数3つということで、よく相関分析するときは3つ数というものを使うということになりまして、でこれでですね、要は一つのデータだけ見るんじゃなくて、データ間の関係性をですね、把握するというときに、この相関回帰というのをよく使うということになります。で、ちょっと例としましてですね、先ほどですね、共通基準による観光入り込み客統計ですね、観光入り込み客数と観光消費額、総額ですね、のですね、データをこうプロットしまして、相関係数ですね、を計算しましたら、0.739 になったということです。で、まあ、1に近ければ近いほどですね、さっきもちょっとありました、ちょっとさらっと言ってしまいました。かなり挑戦関係に近いということで、逆にゼロに近ければ近いほどですね、あんまり関係がないということを、まあ、この3つの相関係数ですね、表すわけなんですけど、まあ、0.7 ということで、まあ、非常にこう、まあ、1まではいきませんけど、グラフ見てですね、まあ、やっぱり観光入り込み客数
が増えるとですね、観光消費額って伸びるんだなというふうにこうこのグラフを見てですね理解するということが目的なんですが、ただですね、これは実はですねトリックがありました。先ほど言いましたように観光消費額っていうのはですね、この共通基準による観光入国統計では観光見込み客数かける観光消費額ですね、観光消費単価で計算してますので、相関係数が高くも当たり前なんですね。そういうトリックがあります。で実は今回今日お話しするということでいろいろこうデータですね、相関係数計算したんですけど全然ですね相関係数高いのが見つかりませんので、苦肉の策でですねこれちょっと出してきたと思いました。で実はこれもう一個ちょっとトリックがありまして、東京都のデータをちょっと省いております。東京都のデータを入れるとですね、トータルに見た相関係数が、下がるということで、以上値を入れるとですね、こういう相関係数が非常に下がっていくということになりました。まあ要はそういうトリックがあるんですけど、ただ単に一つのデータを見るというだけじゃなくて、こうデータ間の関連性をですね、いうときにこういう算術とかですね、相関係数をぜひ使っていただきたいということで、今回お話ししていただきました。で、なかなかちょっといろいろやってきたんですけど、観光系のデータで、相関係数が高くなるというのは、因果関係が あるってなかなかちょっと難しいというのが、今の現状でございます。で、まあ、その例としましてですね、先ほどの観光地域経済調査のですね、結果を使ってですね、こう、お見せしたいと思うんですけど、X 軸ですね、X 軸にですね、1事業所あたりの平均従業者数ですね、を計算しております。で、Y 軸にはですね、従業員1人当たりの平均利益額ということで、その、今回調査に協力したですね、データからですね、求められた、観光関連事業所のですね、データを使いましてですね、求めました。で、そうするとですね、ちょっと京都市長京区のデータが非常に大きくなってしまいまして、あとちょっとスケール的にあれなんですけど、まあ一般的にですね、平均従業者の数が多ければですね、まあ、大体規模の経済働きまして売り上げも伸びると思うんですけど、まあ、環境産業の場合はですね、まあ、なかなかそれが言いにくいという傾向が、まあ、あるかなと思います。なかなかですね、まあ、従業員の数とですね、一人当たりの売り上げだとそんなにこう影響しない。で、これは同じく法人でですね、宿泊サービス、飲食サービスもですね、ちょっと京都市長郡でたら大きいんですけど、引っ張られてるんですけど、これもですね、これは先ほどよりは若干ですけど、ちょっとまあ関連されその感じもしますけど、やっぱり一事業者当たりの平均従業者数とですね、まあ一事業員当たりのですね、平均売り上げですね、もうあんまりちょっと影響があるかなと。で、これはですね、小売りですね。小売りになると、まあそんなに綺麗な相関は出ませんけど、まあちょっとですね、まあ関係は少しは見えてくるかなと。まあちょっと、6地域しか出してないとなるんですけど。で、そうすると奈良市さんの場合ですけど、小売りに限定されますけど、まあ小売りといってもいろんな小売りだと思うんですけど、まあ事業者からの平均従業者数ですね、が少なくてですね、で、一人当たりの売上額も少ないということでありまして、まあ、特にその売上の少なさはですね、ちょっと、まあ、今後の課題かなと、こういうものに関してということになります。ということで、まあ見てきたわけですけど、まあ、初めにも言いましたようにですね、まあ、これからやっぱり今後観光事業を進める上でやっぱりデータというのはますますこう重要になってくるということは、まあ、間違いないと思います。で、その中で観光経済という観点からすると、先ほど紹介しましたようにですね、やはり観光客数ですね、数で消費量ですね、一人当たりの消費量で、まあ、ちょっと書き忘れましたけど、自給率の問題ですね、その地域でどれぐらいこう自己判別できるかというのがありました。それが、まあ、その
観光に関連する経済が結構高める原因になっていると思います。まあ、その辺は自給率の問題は観光産業をどうこうですね、いかにこう把握していくかということで、まあ、今後ですね、まだまだ観光統計ができてからごくわずかになりますので、今後の分析の大きなテーマになると思います。で、実際にちょっと特化ケースと強度、強率の相関回帰について、相関回帰ちょっと自分説明できませんでした。まあ、見てこういうことが分かりますので、まあ、こういうのを使ってですね、今後分析していただけたらなと思います。で、まあ、分析結果から見た今後の課題としましては、まあ、先ほど言いましたけど、やはり奈良県全体で言いますと、まあ、宿泊観光客数をいかに増やすかということになると思います。これは私は今でもございますので、皆さん認識していると思います。で、あとですね、自給率ですね、さっき言いましたように。地場産業をいかに育ててですね、そう、やっていくかということがやっぱり多くの課題になっていると思います。で、あとちょっと今回、スライド出さなかったんですけど、実は観光地間のネットワークの問題もありまして、奈良県さんの場合、A ブロック、B ブロック、C ブロック、D ブロックとですね、分けてですね、観光旅行客数のデータを出してるんですけど、これがですね、実は A ブロックが増えたからといってですね、他の地域にですね、じゃあ同じように増えてるかというと、まあ、そうでもないということで、残念ながらですね、その辺の関連性はちょっと今回出しておりませんので、ありませんでした。で、本来ならできたらですね、どっかの観光地にたくさん観光が来れば、他のですね、B、C、D ブロックですね、地域別に分かれてると思うんですよ。にもですね、それだけのですね、まあ、効果があればいいんですけど、データを見た感じではですね、実際それだけの効果なかったと思って、まあ、その辺の問題ですね、ちょっとぜひですね、今後はデータを含めて分析していただいてですね、やっていただきたいと思います。すみません、ちょっとオーバーしましたけど、以上で私の、講演を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。